ゆめちょ YouTube チャンネル。今日は植物の種類について説明します。植物には一年草、多年草、そして宿根草という3つの主要なカテゴリーがあります。一年草は一つの成長サイクルが1年で終わる植物のことです。種子から芽が出て成長し花を咲かせ、種子をつけてから枯れてしまいます。一年草は種子を植えるだけで成長し、翌年もう一度花を楽しむことはできません。しかし育てやすく丈夫な品種が多く、ガーデニング初心者にも最適な選択肢といえます。多年草は1年経っても枯れずに生き続け、毎年花を咲かせることができる植物です。1年草とは異なり、数年間はそのサイクルを繰り返します。多年草も1年草同様育てやすい品種があります。適切な環境を提供することで毎年美しい花を楽しむことができますよ。宿根草は花が咲いた後に地上の部分が枯れてしまいますが、根は残っています。その根から再び芽が出て成長する特徴を持っています。宿根草は地上の部分が枯れてしまうため、初めは枯れたと勘違いしてしまうこともありますが、根だけが残っており、再び新しい芽を出して成長するのです。そのため大切に育てることで次の年も楽しむことができます。一年草の代表的な品種紹介。一年草にはコスモスやひまわりなど色とりどりの花を咲かせる美しい品種があります。コスモスは秋に向けて豪華な花が庭を飾り、ひまわりは夏に向けて咲き誇り、陽光を浴びる姿が明るさと元気を与えてくれます。ファンデーチでも咲くパンジーや虫よけ効果があるマリーゴールドなど、初心者でも育てやすい品種が人気です。多年草の代表的な品種紹介。多年草にはバラやチューリップ、コスタ、ガーベラなどがあります。バラは美しい花と香りで人々を魅了し、チューリップは春に鮮やかな花を楽しませてくれます。日陰でも育てやすいコスタや明るくカラフルな花を咲かせるガーベラも庭やガーデンを彩る魅力的な品種として人気を集めています。いかがでしたか？一年草、多年草、そして宿根草、それぞれに個性があり、育てる楽しみ方が異なります。自分の好みやライフスタイルに合わせて素敵な庭を育ててみてください。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。